はい、SKX おすぎくチャンネルです、まあ、前回動画見ていただいたと思うんですけど、今回は、大PK 対決やっていきたいと思います。さっき あのイングランド式はもうボロボロでした。あの正面いっちゃってるし、あの1本目でやられちゃってるしって感じで、はい、ということでね、はい、清水和也選手、はい、ここにトントン乗せときますけどね、清水誠也選手、誠也選手もやってますね、兄弟でやってますこれね、はい、まあ、ということで第 PK 対決やっていきますんで、まあ、キーパーはね、あの引き続きルクにやってもらいますんで、はい、ということでやっていきましょう。よし、してみましょうか。じゃんけんぽい。じゃんけん強すぎ、全部負けてるから。じゃんけん強すぎる。じゃあ先行。ちょっとだけ説明。第 2PK 蹴るときはキーパーがね出ていいんですよ。どこまで出ていいんですか。この1メートルまで。ここのアークの1メートル手前までは出ていいっていうルールですね。まあそういうルールらしいんで、皆さんあの要チェックしてくださいね。はい、じゃあ1本目からいきます。いいシュートだ。いいシュートだ。もう2本目。うわー、やべえ。はい、どうぞ。そう、思い出した。この人1本目だけだ。いきますよ、これで決めるか。そうね。くそ。本当に吹かしちゃったし、枠外だし。これは決めるっす、マジで。キーパーから見て左に決めるっす、マジで。OK! ちなみに今宣言通りなんで、宣言通り、カメラに言ってたっす。キーパーから見て左側に決めますって。やるの忘れてた。4本目ですよね。4本目だね。じゃあ同点？同点。うわー、どうしよう。1、5本目。よし。あぶね、今変えた。今マジでこっち打とうとした。今コンフェデレーションズカップの中村俊輔がフランス戦でフリーキック蹴った時にバルデスがちょっと動いたのを見てコース変えたキックと同じです。中村エンドスルーで中村の左足決まった。グワーッ、よしよし、これがラストだぞ。ラストか分からないですよね。ラストやべえ、負けた。はい、ということでですね、あれですね、まさかちょっと負けると思って途中でね、あの負けそうな、まあ、1点取られてもう編集の仕方考えてたけど、また編集の仕方変えます。ブワー切っていこうと思ったけど、まあちょっと、はい、尺ちゃんと作ってね、第2PK対決を無事に勝ちました。まあキーパールクっていうのもあったけど、ワラの場合は枠外だったからね。そう、もう自分に自分に負けてたっていうか、確かに。ということで、あの、まあ、わらの あのチャンネルね、あの URL 載せておきますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。こっちもチャンネル登録お願いしますね。ということで今回もありがとうございました。ありがとうございました。